よく3年後チームはどうなってるとかよく言うじゃないですか、プロ野球においてね。うん、ちょっと今日は今から3年前で現在3年後というところで、ジャイアンツのオーダーがまあどのように変わってったのかとかね、3年後どうなっていくのかみたいなところをね、ちょっと見ていきたいなというふうに思っております。てな感じで始まりました、小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見ていってください、よろしくお願いします。はい、今日はですね、まあもしもシリーズみたいな感じですね。はい、3年前と3年後をね、ちょっと予想してみようみたいなところをね、企画としてやっていきたいなというふうに思ってます。はい、まあ3年後を見る過程としてですね、3年前を見てで現在を見てどれぐらいオーダーが変わってるのかというところをまあ確認した上でね、うん、で現在と3年後を比べるとより、分かりやすい、形でね予想ができるんじゃないかなというところでね、僕思いましたんで、ちょっとね、まあ一緒に、2024年現在ですよね、で2027年というところで、ちょっとね一緒にね、まあ振り返りできたらなと思ってます。はい、じゃあまず2021年、まあ、僕がクビになった次の年ですね、の、開幕のオーダー、開幕ですよ、開幕のオーダーと開幕時の先発ローテというところをちょっと見ていきたいと思います。この辺あたりにね出したいと思います。はい、まず、こちらになりますと、ちょっと読み上げていきますと、1番ライト梶谷、2番セカンド若林、3番ショート坂本、4番サード岡本、5番センター丸、6番ファーストウィーラー、7番、キャッチャー大城、8番レフト松原、9番ピッチャー菅野というふうになってます。これ見た方、驚いた方多いんちゃうかなと思います。ほとんどおらん、今ね、ほとんどいない。うん、まあいる選手もいるよ、いる選手もいるけど、ほとんどまあいないし、か、怪我してる人が多いですよね。で、先発ローテ見ると、開幕時ですよ。開幕時の先発ローテ見ると、菅野、戸郷、今村、サンチェス、伊野、高橋。勝てると思います？無理でしょ、正直。うん。で、今年、その年のね、2021年の順位は3位だったんですね。よく頑張ったと思いますね、正直ね。はい。てな感じで、で、ちょっと振り返っていくと、まあ、梶谷選手、まあ、怪我してますよね。まずね。今年ワンチャン首かなっていう感じもありますと。で、若林選手も今いないですよね。もう、日本ハム行ってますよね。で、坂本選手、岡本選手、丸選手はいますけども、ウィーラー選手、今打撃コーチというかね、やってますよね。球団にいますよね。で、大城さんいますけども、松原選手も西武に行っちゃいましたよね。で、菅野投手も今年メジャーに行っちゃうかもしれないというところで、ほとんどおらんなと。3年変わるとこんだけ、3年前と3年後でこんだけ変わるんかっていうところで、ね、ありますと。で、ピッチャーに見ても、菅野、戸郷はいますと。ただ、今村選手、その時にね、先発やってましたけども、リリーフですよね。普通に。リリーフですね。はい。まあ、ロングもやりますけども、リリーフですね。で、サンチェス、韓国のね、サンチェスですよね。僕、被ってますね、サンチェスね。うん、うん。清水翔太が大好きでしたね、彼はね。はい。はい。で、井上さんも辞めてますよね。で、高橋祐希かなも、今年クビになりましたよね。っていうところで、3年で大きく変わるなっていうところはね、実感いただけたんかな、というふうに思います。はい、じゃあですね、2024年現在の今年のですね、開幕オーダーと開幕時の先発ローテ見ていきたいと思います。この辺にあたりにね出したいと思います。はい、でこれ見ていきますと、1番センター佐々木、2番ショート門脇、3番ライト梶谷、4番ファースト岡本、5番サード坂本、6番キャッチャー大城、7番レフト丸、8番セカンド吉川、9番ピッチャー戸郷というようになってます。で、先発ローテもですね、開幕時の先発ローテは戸郷、グリフィン、高橋礼、山崎、メンデス、菅野というふうになってます。はい、まあこれ、まあシーズンの開幕戦なんでね、まあよく変わってるなって、めっちゃ変わってるなと思います。思ってると思います。はい、で、まあセンターもね、佐々木選手出てましたけども、まあ今おこえ選手だったりとか浅野選手出てますよね。で、門脇選手もまあ不調とかありましたけども、まあショートね、最後も出てましたね。
で、梶谷選手、怪我しちゃいましたよね。で、ライトは、今、丸さんでやったりとか、あのあたりがやってますよね。で、岡本選手、まあ、ファーストになってますけども、サード行ったりとかね、今年はレフトまで行ってくれましたよね。で、坂本選手、まあ、サードで、出てましたけども、まあ、調子悪くて2軍落ちたりとか、まあ、いろいろありましたけども、まあ、最後ね、もう一回、吹き返した。吹き返したというか、まあ、その、しっかりね、活躍してくれたというのはありますと。で、キャッチャー、大城さんがスタメン、ね、マスク開幕スタメンでしたけども、まあ、最多のスタメンは、岸田選手だったですし、で、開幕時、レフトで丸さん出てたんですね。はい。振り返るとね、今、ライトとか言ってますよね。で、レフトが、モンテスとかね、そのあたりが守ってますと。で、セカンド、吉川選手、8番でしたけども、今やね、もうチームに欠かせない3番選手になってますね。っていうところで、まあ、やっぱり開幕時と、まあ、今年1年だけ比べても相当やっぱ状況って変わってくるんだな、っていうのがね、これ見てもわかりますよね。で、先発ローテ見ても、まあ、東郷、グリフィン、まあ、山崎、菅野ぐらいはいいですけども、高橋礼投手もね、始め良かったんだけど、最後ちょっとこうね、失速したし、で、メンデスなんかはもう今年全然ダメだったしね、クビになりましたしね、っていうところで、まあ6枚目とかね、今年苦労しましたけども、まあ、井上春人投手がね、出てきましたし、まあ、いろんなピッチャーでね、こう、補い合ったっていうところがあって、今年優勝できたっていうのがあるんで、非常にね、素晴らしいシーズンだったと思うし、3年でこんなに変わるかと、なんなら開幕時から、ね、今とでもこんだけ変わるかっていうところがね、実感いただけたんちゃうかなと思います。で、ここからですよ。2027年、3年後どうなってるか。もうこれはね、今ね、話してたので、だいぶ分かってると思うんですけど、これもほぼ予想するの不可能ですと。ほぼね、ほぼ不可能。うん、だけど、僕はやりますと。はい。ちょっと打順まで考えてみたんですけど、ちょっと打順発表していいですか？マジで。100% 当たんないと思うけど、ちょっとこの辺にね、出したいと思います。2027年、オーダーです。はい。1番、ショート、門脇。2番、センター、浅野。3番、セカンド、吉川。4番、サード、ティマン。5番、レフト、秋色。6番、ファースト、外国人。補強、スケットね。で、7番、ライト、萩尾。8番、キャッチャー、岸田。9番、ピッチャー、山崎頼人。これどうすか？まあ、正味当たらんの分かってるけど、うん。でも、こんな感じは面白いちゃうかなと思うんですね。まあ、このようにならないと思うけどね。うん、でも、まあ、浅野選手が出てるのは、おそらく出てるなとは思うし、で、門脇選手も僕は出てるのかなと思うんですよね。で、吉川選手が、まあ、3年後なんで、まあ、33とかかなぐらいの年になるんで、まだ、セカンドいけてるんちゃうかなっていうところで入れてますと。で、ティマ選手はね、ほんと、4番打っといてもらわないと困るというところですね。まあ、岡本選手は間違いなく3年後までには 100%FA か、ポスティングかでまあメジャー行くんで、間違いなくサード開くんでね、ティマ選手が入ってくれたらベストだと思ってます。で、まあ、秋広選手もレフトで入れたんですけど、まあ、最近のね、打撃フォルム変えてるじゃないですか。フェニックスでめちゃくちゃ、ね、いい感じでね、振ってるじゃないですか、強く。それで 2試合連続ホームランかなんか打ってるでしょっていうところで、5番にね、据えたいなと思ってます。そのまま成長してって、まあ、パワーヒッターになってるという過程でね。うん。で、まあ、外国人はまあ、絶対一人ぐらいはいると思うんで、まあ、外国人入れて、で、ライトにですね、まあ、その、萩尾選手ね、まあ、骨折とかしてますけども、まあ、彼のポテンシャルというか、まあ、非常に、徐々にね、一軍の打撃というかね、うん。慣れてってるっていうのがあると思うんで、萩尾選手に期待したいなと思ってます。で、キャッチャーは岸田選手か、まあ、おそらく山瀬選手とかね、そのあたりが被ってる可能性が高いんちゃうかなと。まあ、新しくね、補強したりとか、してるかもしれないけども、まあ、今のままいったらそうだかな、そうかなと思います。で、ピッチャーは山崎伊織というところで、まあ、おそらく、まあ、山崎伊織がエースになってるんじゃないかなって、まあ、左のエースが井上投手かなっていうところはね、今の段階で言えばね、わかんないけど、全然わかんないけど、まあ、そうなってるんじゃないかなというふうに思ってます。はい、いかがでしたでしょうか？振り返ってみるとですね、今年だけでもこんだけ変化あるのに3年後なんて無理やろと正直思いましたけども、まあそれなりにね、僕なりにちょっと考えてやってみました。まあ皆さんいろいろ意見あると思うんでね、ぜひね、3年後こうなってるんちゃうかとか、もしかしたら、これぐらいの成績出してるんちゃうかみたいなところも含めてね、ぜひね、コメント欄で教えていただけるとね、嬉しいなというふうに思いますし、僕はね、ティマ選手がね、4番に座っててほしいなっていうところのね、未来予想図というか、未来はね、来てほしいなと思ってるんで、ぜひね、そういうのも含めてね、コメントいただけると嬉しいと思ってます。
はい、そんな感じで今日終わっとこうと思うんですけども、チャンネル登録ね、5万人目指しますんで、まだの方いらっしゃいましたら、ポチッとよろしくお願いします。はい、そんな感じで今日終わってきます。でも、ありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日終わってきます。じゃあ、バイバイ。